お主の武芸は大したものだ。この勝負、拙者の負けでござる。皆さん、手に汗を握る一戦を経て、ついに今回の演武伝心剣術大会の優勝者が誕生しました。旅人の優勝です。明日は大会最後の模擬試合が開催されます。旅人と神里さんは共に将軍様の特使である人形、からくり剣士魔宮剣豪と戦います。皆さん、またお会いしましょう。旅人さん、素晴らしい試合でしたね。おめでとうございます。旅人さん、優勝したのは名実ともなった結果でしょう。でも明日戦う魔宮剣豪ってやつ、以前八潮里島の外れで会ったのと名前が似てるな。なんだか手ごわそうだぞ。心配いりません。特使の実力は相当なものですが、明日の試合では神の目の使用が禁じられていません。私たちは多少主導権を握れると思います。それに相手の出方に応じて隙を伺えば反撃する機会はきっとあります。彩香がそう言うなら、オイラもなんだか安心してきたぞ。もちろん最終的に勝てるかどうか私も確信ありません。しかし全力で戦わなければ観客たちに最高の試合をお届けすることはできないでしょう。お二人とも張り切っていますね。今晩はちゃんと休んで英気を養っておいてください。うん、明日目が覚めたら彩香の新衣装を見られるな。フォンテーヌの服を着た彩香か。楽しみだ。それはどうして旅人さんまで。いいじゃないですか、彩香さん、お二人の期待に応えてあげましょう。私も明日用事さえなければ一緒に見に行きたかったのですが。わかりました。では約束です。明日の朝、神里屋敷でお待ちしております。そろそろ時間だ。早く神里屋敷に行って彩香を迎えに行こうぜ。二人とも来たか。いえ、よ、先日の試合で旅人はもうお前に勝ったんだ。それに優勝したし、もう言うことないだろ。安心してくれ、今日は困らせに来たわけじゃなく謝りに来たんだ。旅人、先日の試合は見事だった。君は剣術に精通している。技の出し方もキレはあるが威圧感がなく品格をうかがえるものだ。この前は君のことを軽んじてしまった。無礼な態度をとって申し訳ない。許してくれ。二人はお嬢様を迎えに来たんだろう。お嬢様は室内で着付けをしていらっしゃる。もうすぐ出てくるはずだ。旅人、お嬢様が来る前にぶしつけなお願いがあるのだが、聞いてくれないか。お嬢様は我々家臣に今日の模擬試合について話さないんだ。だが最近はどんなに忙しくても夜になると必ず数時間剣術の鍛錬をなさっていた。お嬢様はいつも真面目だ。今日はあくまで模擬試合であって勝たなくてもいい。とはいえお嬢様の性格だ。絶対に全力を出して我を忘れるまで戦うだろう。家臣である俺はもちろんお嬢様の実力を信じている。ただやはり試合ではお嬢様を援護し守ってほしい。旅人、お嬢様のこと頼んだぞ。お、彩香が出てきたぞ。その、どうしたのでしょうか。お二人とも黙ってしまって。
この衣装おかしいのでしょうか。いやいや、彩香すっごく綺麗だぞ。目の前がパッと明るくなった感じがするぞ。そうだな。それによく見るとスカートに上里家の椿紋まで刺繍してあるぞ。ええ、これは小野寺さんがここ数日で急いでこしらえてくれたものでして、観客たちの投票用紙に書かれた意見をもとに追加したそうです。この衣装はぴったりと体に合うよう調整されていて、動きも思ったより不自由はありません。みんなも彩香の姿を見たらきっと驚くだろうな。パイモンさん、ありがとうございます。旅人さん、準備が整いましたので会場へ向かいましょう。お嬢様、旅人、行ってらっしゃい。模擬試合がうまくいくように祈っている。見ろ、上里家のお嬢様と旅人が来たぞ。小説の挿絵であの衣装は見たことあるけど、上里家のお嬢様が着るとまた特別な雰囲気があるわね。朝一で並んで最前列の席を取った甲斐があった。今日の試合はきっと素晴らしいものになるはずだ。わあ、やっぱ彩香が出てくるとみんなの注目の的になっちゃうんだな。皆さん、どうかお静かに。演武伝心の模擬試合が間もなく開始します。案内に従って入場していただきご着席ください。上里さん、旅人、お二人も一緒にご入場を。旅人さん、準備はできていますか。ええ、この後の戦いよろしくお願いいたします。手を組めば必ず勝利をつかみ取れます。さあ参りましょう。旅人、彩香、ここだ。素晴らしい試合でした。剣術のことはよくわかりませんけど、会場の緊張感に当てられて未だに心臓がドキドキしています。だな。敵が技を繰り出すたびにおいらビクビクしたぞ。でもお前たち、まるで準備してたかのようにすぐ対応してたな。旅人、上里彩香、模擬試合の勝利見事だった。おめでとう。わあ、サラ、お前も試合を見に来てたのか。ああ、将軍様の命でこの試合を見届けるために来たんだ。二人とも素晴らしい剣術を披露し、それに息も合っていた。観客たちに剣術の美を見せただけではなく、私も多くを勉強させてもらった。それほどでもありません。お前たちは大会の準備段階から駆け回り、そして今日演武伝心の大会を無事終了させた。全ては将軍様も見ていらっしゃる。これより天守閣に戻り、将軍様に今回の模擬試合のことをありのまま報告するつもりだ。では先に失礼させてもらう。ところで皆さん、これから予定はありますか。宇宙亭で打ち上げをするのはいかがでしょう。やったー、ここ最近毎日試合のことばっかりでゆっくりご飯を食べられなかったからな。早く行こうぜ。いえ、
今になってようやく試合に勝った実感が湧いてきました。この試合で多くを勉強させてもらったと九条さんは言いましたが、実は私も同じ感想です。観客席にいた皆様は気づいていないかもしれません。ですが何度も危険を乗り越えることができたのは、あなたがそばにいて敵の攻撃を引きつけてくれたからです。あなたがいなければ私一人では絶対に勝てませんでした。剣術の腕はまだまだあなたには及びませんね。そうですか。そんな風に言われると今からでもあなたと手合わせをしたくなってきました。実を言うと旅人さんと知り合って以来、ずっとあなたと技を磨き合いたいと思っていたのです。今日の模擬試合でこの願いは半分叶ったようなものでしたが、はい、でもその前にちゃんと自分の剣をしっかり管理してくださいね。いつか私に盗まれたらあなたの命も私の手の中に落ちちゃいますからずっとこういうセリフを言ってみたかったんです。おかしかったでしょうか。おい、お前たちゆっくり歩いて何内緒話してるんだ。いつかちゃんと試合をしてどちらの剣術の腕が上か決めようと話していたんです。おお、彩香は剣術のことに対して真面目だな。でも彩香と旅人は友達だろ。それでも試合するのか。友達だからこそ常に切磋琢磨して励まし合うのです。へえ、確かにそれも一理あるな。旅人さん、先ほどの話は二人だけの秘密ですよ。ん、親子、なんか言ったか。いいえ、行きましょう。